ようこそ鳥臭いチャンネルへ。バードライフアドバイザーの片山仁とオカメインコのポテトくんです。まずは僕の自己紹介から。鳥の飼育歴は2011年から。現在は文鳥オカメインコ、サザナミインコと暮らしています。認定 NPO 法人翼という鳥の保護団体が認定試験を行っているバードライフアドバイザーの2級を2018年の秋に取得しました。またブログ鳥臭い .com という主に鳥の飼育初心者の方に向けた情報サイトを運営しています。今日はこれからインコなどの鳥をお迎えしようと考えている方に向けて、鳥を飼う10のデメリットをお伝えします。最近はツイッターやインスタグラム、YouTube などで可愛い鳥さんの写真や動画などを見かける機会も増えてきたと思います。特にこれから鳥をお迎えしようかなと考えているあなたは、毎日こうしたコンテンツをチェックして、鳥さんって可愛いな、へえこんなこともできるんだ、賢いなと、早く鳥をお迎えしたくてたまらない衝動に駆られているのではないでしょうか。しかしちょっと待ってください。鳥さんと暮らすということは、決して今あなたが想像している楽しいことばかりではありません。お世話の大変さ、金銭面の問題、生活の制限、鳥の特性に悩まされることも多々あります。鳥との暮らしは本当に素晴らしい体験をあなたにもたらしてくれるでしょう。でもその前に、これから挙げる10のデメリットを知った上で、慎重にお迎えを考えてみてください。この動画は2011年に文鳥を初めてお迎えしてバードライフをスタートさせた、その当時の僕自身にも伝えたい内容です。それでは鳥を飼う10のデメリット、行ってみましょう。1つ目のデメリット、毎日の掃除が大変です。鳥が生活するカゴ、ケージと言います。このケージ内には大量の糞や餌の食べ残し、シードと呼ばれる種子類の餌の殻などが飛び散ります。1日で結構汚れてしまいます。季節を問わず衛生面を考慮して毎日のケージ掃除は必須です。糞が散乱した敷紙の取り替えや餌箱の掃除、水入れの交換、網にこびりついた汚れの拭き取りなどは毎日行います。またケージ自体の丸洗いは最低でも1ヶ月に1回くらいのペースで定期的に行う必要があります。2つ目のデメリット、放鳥タイムが必要です。鳥をずっとケージの中に入れて鑑賞するだけの毎日、小動物だから最低限餌と水さえ与えていれば十分だろうなんてとんでもないことです。1日数十分でもいいです。鳥をケージの外に放鳥して、部屋の中で自由に遊ばせてあげましょう。飼い主は朝から晩まで会社や学校で人と接し、いろいろな体験をして自分の意思で生活をコントロールすることができます。しかし鳥は飼い主がいない間、部屋のケージの中でずっと一人飼い主の帰りを待ち続けています。そしてやっと飼い主が帰宅しても、疲れた飼い主はさっさとご飯を食べお風呂に入って就寝。これでは鳥のストレスはたまるばかりです。鳥はストレスがたまったり退屈で仕方がないと、自分で自分の羽を抜く行為、毛引きを行ってしまうこともあります。毛引きから出血、感染症、最悪のケースに至ることもあります。鳥はいつも飼い主を見ています。群れを好む習性からそばにいたがるものです。また放鳥には運動不足を解消する効果もあり、肥満防止のためにも毎日の放鳥タイムは必須です。3つ目のデメリット、どこにでも糞をします。鳥は外敵から身を守るため、いつ何時でもすぐに飛べるように、常に体を身軽にしておこうと頻繁に糞をします。残念ながら鳥のトイレトレーニングはほぼ不可能だと思ってください。ケージの中はもちろん、放鳥中もいろんなところで次々に糞をします。テーブル、カーペット、布団、カーテンレール、
パソコンのキーボード、飼い主の服や飼い主の頭にも糞をしますので、どうしても汚したくない大事な洋服を着ての包丁は避けた方がいいですし、出かける前に頭の上に糞をされてということもあります。僕はマグカップのお茶を飲み干したらそこに糞が残っていたという経験もあります。またまたこんなところにうんちしちゃってと許すことができる寛容さも必要です。4つ目のデメリット、鳴き声が大きい鳥もいます。鳥の種類によってはびっくりするくらい大きな声で鳴く鳥もいます。体が大きな鳥の方が鳴き声は比例して大きくなりますが、小さな体の鳥でも飼い主が視界からいなくなると不安になって騒いでしまう、いわゆる呼び鳴きの声は結構大きいです。セキセイインコなどのおしゃべりが得意な鳥は日中ずっと飼い主に向かって話しかけるという子もいます。鳥の可愛いさえずりを聞きながらゆったりと紅茶を飲みたい、もちろんそんなひとときも楽しめますが、ギャーギャーと泣き叫ぶ鳥たちに囲まれてリラックスができない、勉強や仕事がはかどらないということも日常茶飯事だということを頭に入れておいてください。5つ目のデメリット、噛みつくこともあります。これは多くの飼い主さんが悩まされていると思います。鳥には鋭利なくちばしがあります。気に入らないことがあったり身の危険を感じた時には、相手がいつもお世話になっている飼い主であろうと老人であろうと赤ちゃんであろうと噛みつきます。特に爪切りなどで補定する時などは逃げようと必死になって指に噛みつくことがあります。本気で噛まれると鳥のくちばしの形状によっては流血することも珍しくありません。噛みつかなければならない理由があります。そこを理解してあげて流血させられても許すことができますか。6つ目のデメリット、長生きします。鳥は小動物ということで寿命について特に考えずにお迎えをしようとしていませんか。飼い鳥の平均寿命ですが、例えば文鳥や十四松、金華鳥や石製インコなどの小型の鳥では7年から10年ほど、オカメインコなどの中型の鳥で15年から18年、ヨウムなどの大型の鳥になると50年以上長生きする子もいます。つまり飼い主の引っ越しや結婚などライフイベントの節目節目を軽くまたぐぐらいの寿命があります。将来結婚をするパートナーが鳥のことが苦手な人かもしれません。海外赴任の可能性は絶対にありませんか。そもそもあなたはあと何年くらいの寿命でしょうか。もちろんそれは誰にも分かりませんが、鳥を手放さなければならない時、私たち飼い主にはお別れをする心の準備ができています。しかし鳥にしてみたら、ある日突然飼い主も環境も失ってしまうんです。とんでもない喪失感で譲り受けた先の施設や新しい飼い主になれず食欲が落ちてしまい、体調を崩したり、ずっと大きな声で元の飼い主であるあなたを呼び続けたり、お迎えする鳥の生涯を責任を持って見届けることが本当にできるのかどうか、しっかり考えてからお迎えをしましょう。7つ目のデメリット、診察、入院、手術など動物病院の費用。どんなに大事に育てていても、鳥は突然体調を崩したり、どんなに飼い主が注意を払っていても怪我をすることはあります。鳥を動物病院で診てもらう診察代や薬代は結構かかります。お迎えした時には一通りの健康診断を受診することをお勧めしますが、そのようなトータルで見てもらう検査だと軽く1万円を超えてしまいます。また手術や入院となるともっと高額な医療費がかかると思ってください。ちなみにこちらのオカメインコのリンゴくんは、お迎えしてすぐの健康診断で腎臓を患っていることが分かりました。
週1ペースでの受診や数回の入院を繰り返して、残念ながらお迎えして6ヶ月ほどで旅立ってしまいました。闘病期間中はとにかく助けてあげたくて、お金のことはあまり考えず治療を続けていましたし、後悔はしていませんが、現実的にかかった費用はうん十万円を超えました。文鳥や石製インコだとペットショップで数千円で販売されていますので、金銭的にはお迎えをするハードルはとても低いと思います。しかし、これから人生を共にする鳥をずっとサポートするだけの金銭的な余裕があるのか、自分の経済状況も考慮してからお迎えを考えましょう。8つ目のデメリット、電気代。このグラフはとある年の10月から翌年9月まで1年間の僕の部屋ワンルームで約8畳の電気料金の推移です。鳥の暮らしにおいて温度管理は必須です。大人の鳥、成鳥であれば神経質になるほどの温度管理は必要ありませんが、それでもある程度は快適な室温の環境を整えてあげたいものです。一般的には鳥は寒さに弱いと言われています。特にヒナや幼鳥時代、年老いた老鳥、体調不良時などは寒さが大敵となります。このグラフでも冬の電気代が結構かさんでいることがわかります。これは外出する時でも鳥のために暖房をつけているためだと思われます。9つ目のデメリット、外泊や旅行の制限。鳥を一人でお留守番させることができるのは、餌や水をたっぷりセットして出かけたとしてもせいぜい1泊2日くらいです。それ以上の外泊になる場合は、動物病院のホテルサービスやペットシッター、あるいは鳥の飼育経験がある友人や家族などに預けましょう。ですので、旅行がライフワークという人は、鳥を預けることができる先を確保できるかどうか考慮してからお迎えしましょう。最後のデメリットですが、これは僕が一番困っていることです。とにかく鳥のことしか考えられなくなるということです。家族よりも恋人よりも食事よりもお金よりも鳥のことが何につけても真っ先に頭に浮かびます。今まで挙げてきた9つのデメリットを全て許してしまうほどに、僕は鳥に魅了されて暮らしています。でも不自由だったり、ましてや不幸だなんて思ったことは一度もありません。ケージの掃除をした後、鳥は心なしか気持ちよさそうな顔を見せてくれます。放鳥タイムになると全力で飛び回ったり、おやつを一生懸命食べたり、そんな姿をいつまでも幸せな気持ちで眺めていられます。どこにでも落とす糞さえも、この子の健康チェックができるので大歓迎です。僕にまとわりついてくるので、何かと作業に集中できません。でも可愛いから許してしまいます。鳴き声は僕を群れの仲間だと信じてくれている証拠ですし、たまに強く飼われることもありますが、普段は可愛く甘噛みをしてくれる可愛い子たちです。とにかく長く一緒にいたい、長生きしてほしいって本気で思いますし、そのためなら病院代や電気代はいくらかかっても構いません。世界中を旅行できなくても、この子たちと一緒に暮らしているだけで人生を満喫できています。さて、いかがだったでしょうか。鳥を飼う10のデメリット。僕は2011年に生まれて初めてペットをお迎えしたくなり、そこで選んだのが文鳥でした。正直ほとんど知識がないままに、ネット上で見た文鳥の可愛さ、美しさに惹かれて、こんなに小さいペットなんだからペット初心者の僕でも飼えるだろうなんて軽い気持ちでお迎えしたのも事実です。確かにペットの中では比較的飼いやすい部類の動物ではあるかもしれません。しかし一緒に暮らし始めて、日々のお世話の大変さ、鳥の特性に悩まされたり、健康を維持させるために出費が増えたり、生活に制限がかかるなど、鳥と暮らす上での多くのデメリットを知りました。
でもそれを軽く覆すほどの大きなメリット、素晴らしい愛鳥とのバードライフによって得られる体験で、僕は大げさではなく本当に人生が変わりました。それらのメリットについては今後この鳥くさいチャンネルで皆さんにお伝えしていきたいと思いますので、お楽しみに。鳥くさいチャンネルではこれから鳥をお迎えしようと考えている方や、鳥の飼育初心者の方はもちろん、飼育方法にお悩みの方に向けて鳥の飼育情報を発信していきます。ぜひチャンネル登録をしていただいて、このチャンネルの飼育情報をもとにあなたなりのバードライフを充実させましょう。今回の動画が役に立ったよ、面白かったよという方は、僕のモチベーションアップにもつながりますので、ぜひ高評価ボタンをお願いします。それではまた、鳥くさいチャンネル片山ひとしと岡目インコのポテトくんでした。